こんにちは。はい、はい、今日は10月12日火曜日、火曜日、はい、はい、インスタライブを始めさせていただきます、はい、お店スタッフの山崎と吉田です。はい、はい、あこんにちは。あ、こんにちは。今日はね、お店定休日なんですけど、そうですね、はい、はい、今14日まで、うんうんうん、シンプルスキンケアセットを、はい、受付中で、受付中です、ね、ちょっとね、そちらについて昨日は付け芝居が詳細についてお話しさせていただいたんですが、うん、今日は私たちお店スタッフが、はい、スキンケア、シンプルスキンケアの、うん、アイテムのご紹介をしていきたいと思います、はい、最後までご覧いただけたら嬉しいです。はい、はい、じゃあ、あれですかね。はい、ということでね、まずシンプルスキンケアセットなんですけれど、うんうんうん、はい、どういうものか先にご紹介します。なアイテムを言っていきますかね。はい、はい、皆さん、ね、ご存知かとは思うんですけど、うんうん、基本的なスキンケアのセットになってまして、はい、まず洗顔用のですね、はい、石鹸、はい、6種類あるんですけど、定番石鹸がついてくるのと、あと、あ、そのね、石鹸を泡立てる時に使う、はい、手でね、泡立てるのもいいんですけど、うんうんうん、泡立てネット使うとね、はい、キメの細かさとか早く泡立ち、ね、しやすくなったりするので、はい、あ、今予約してくれた方がありがとうございます。使えるので泡立てネットもついてますね、はい、あとはシュクレですね、定番のシュクレになりますが、これもかなり優秀アイテムだね、うんうん、これあるとないとじゃ肌がね、はい、結構違ってくるので、お家があるこれも入ってますね。はい、で、こう肌に潤いを与えるラズベリーローズの化粧水、こちらもついておりますね。で、保湿アイテムとして、モリンガオイルとツヤ肌オイル2種類あって、こうどっちかのコースを選んでいただくという形、はい、なのがシンプルスキンケアセットになっております、うんうん、はい、ね、私たちもね、シエスタのアイテム、そうですね、いつも愛用してるのでね、ちょっとこう使ってますね、ね、うんうん、お話しするとすごく長くなってしまいそうですけれど、うん、山崎さんはこうスキンケアアイテム選ぶときにどういうところになんかそうですね、重要視してますか？なんかやっぱりこう肌の問題ってね、皆さん持ってると思うんですけど、はい、私はやっぱり思春期の中学の、ね、後半あたりから高校、はい、あと大学の頃まで結構こうニキビ肌で、そうだったんですね、すごいね、嫌で悩んでたんでしょうね、うん、でなんかこうニキビ肌だとこう顔がね、脂っぽい感じがするから、はい、もうこうどうにかしてこう、なんていうんですか、こうニキビ肌にいいって言われる洗顔とかね、はい、結構さっぱり系のものとかをすごい使ってたりしたんですけど、はい、なかなかね、収まるっていう感じも、実感が良くなるって実感がね、あんまりなくて、はい、なんか病院とか頼った方がいいのかなとかいろいろ考えてたりしたんですけど、はい、なんかよく考えてみると、私小さい頃、まあ、そのニキビで悩んでた頃もそうだったんですけど、アトピーなんですよね。結構全身はカサカサで痒くて、はい、もうかえって血出るぐらいかきむしるみたいな、もともとそういう赤ちゃんの頃から肌だったので、もしかしたらこれは油ショックというか乾燥がもともとあって、あ、それのこう反動でニキビとかで安くなってんじゃないかなっていうのに気づいたというか、なんかそうなんじゃないかなと思って、うんうん、保湿なんて今まで全然ね、はい、あんましたことなかったんですけど、うん、保湿っていうのもしかして大事なんじゃないかなと思って、うん、でシエスタさんのね、シエスタさん、その頃はね、シエスタさんだったので、はい、シエスタの石鹸とか、うん、スキンケアアイテムを使い出すと、
落ち着いたんでしょうね。ニキビあんまり最近できなくなって、だからこうニキビで悩んでる方実は乾燥肌なんじゃないかなっていうのをなんか結構私お店立つとお客さんとそういう話とかしたりするんですけど、乾燥、そうですね、ニキビ肌であっても保湿はすごく大事なんじゃないかなっていうのを、でこういうね、あのお肌に優しいものを使うと、肌の調子良くなるっていう実感がね、やっとできたっていうのがあるので、本当にね今やなくてはならない、そうなんですねそう、感じなんですよね、ちなみに山崎さんはスキンケアアイテムはどのアイテムをとどういう順番に使ってるんですか？そうですね、まず石鹸は、はい、私あの二刀流の使い方をよく、ね、してるんですけど小豆の石鹸とラベンダーの石鹸を使い分けしてて、私こう生理の、ね、こうホルモンバランスでニキビで安い時期ちょっと出づらい時期っていうのがあるので、こうニキビできてしまったら生理後とかですね、生理中生理後はこうラベンダーの石鹸使って、はい、肌ちょっと落ち着いてきたら小豆の石鹸にこう切り替えるっていう使い分けをしたりすると、結構肌のね調子が良くなって、私のこのサイクルに合ってたので、今こう石鹸使い分けて使ってて、でそれが洗顔の後ね、シュクレですね、シュクレも使ってますね、朝もシュクレだけで洗顔してるし、夜とかもね、あのシュクレ洗顔の後に使ったりしてますね、でこう保湿じゃなくて潤いか与えるのに化粧水、使ってますね。自分で作ったりもしてるんですけど、これも、ね、割とこう併用して使ってますね、で今オイルは、保湿のオイルはツヤ肌のオイルを使ってますね。これはすごくね、すごくいいですよね、っていう感じで使ってますね、はい、なるほど。吉田さんは、私は、まずスキンケアアイテムに求めることは、簡単にシンプルに使えること、あとはお肌にこう優しい荒れないことが一番重要で、さらにお肌が綺麗になること、そこですよね、みんな目指すとかそこですから、あの欲張りなんですけど、それを全部叶えてくれるアイテムってまあないかなって思ってて、で私ももともとあのシエスタに入る前のお仕事がすごいこう不規則な生活のお仕事だったので、もうこの辺がやっぱり大人のニキビですよね、きっとストレスとか、ね、で治ってはまたできるみたいな繰り返してしまって、それがすごいこう悩みだったんですよね、で、まあ、いろんなコスメ、口コミとかで見て、デパコスメからドラッグストアまでいろいろ試して、でなかなか続くものってそうなんですよ、ね、やっぱりなくて、そう、それで調べてて出会ったのがシエスタさんのアイテムだったんですよね、なので私も最初はやっぱりちょっとねニキビとかが気になったので、最初ラベンダー石鹸から始めたんですけど、これがまたすごく良くていいでしょうね、お肌に合ったんですよね、やっぱり続けているとこう肌の調子が安定してきて、でこう乾燥もせずに使えたので、これはいいなと思って、でその後じゃあ他のアイテムを使ってみたいなと思って、こちらの化粧水ですね、を使ったんですよね、で化粧水結構合わないものを使うとやっぱりヒリヒリしたりとかしてたんですけども、これは安心して使えるので、これはもうずっと使い続けたいって、香りもすごいね、いいですね、そうなんですよね、香りもとても良くて、ちょっと最初ね水しいので潤いとかどうなのかなって思ったけど、実際使ってみたらこうしっかりね、潤いもしっとりするので、そうこれもすごくいいと思って、でその後使ったのが、モリンガオイルですね、保湿のいいですね、したくてモリンガオイル、
でも本当にしばらくの間石鹸、化粧水、もリンガオイル、シンプル、そう、もうシンプルまさにまさにシンプル。あ、なんかね、他のスキンケアメーカーさんだといろんなアイテムがありすぎて、そうですね、ね、なんか化粧水一つとっても乾燥肌用、ニキビ肌用とかいっぱいあるけど、うん、もう本当にシンプルにこの3つ使い続けていくうちにどんどんお肌が変わっていったのでうんうん、うん、あ、なんか求めてたお肌にちょっと近づいたなっていうのを実感できた。で、その後にこちらのシュクレを使い始めて、これもまたね、すごい良くて、もう今毎日欠かせないアイテムになってますね。やっぱり使うとこうニキビできづらくなりますよね。そうなんですよね、うんうんうん、毛穴の汚れね、保湿も大事なんですけど、うんうん、毛穴の汚れすっきり落とすことも結構ニキビには、ねね、いいんですよね。そう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 、なのでね、もうシュクレはもう欠かせなくなりました。わかります。ただやっぱり年齢とともにこう、ね、お肌の、ね、よりアンチエイジングも気になり始めるので、今はね、モリンガからちょっとこのツヤ肌オイルに切り替えて使ってるんですけど、うん、これがまたいいんですよ ね、 本当にモリンガももちろんいいんですけど、いい、うん、なんかよりリッチなね、そう感じがありますよ ね、 ね、うんうん、そしてちょっと香りもね、モリンガ香りないけど、ね、うんうんうん、こちらのツヤ肌はプルーシードオイルのね、こう甘い香り、それがまた ね、 ね、すごい気に入って、いいですよね、え、うんうん、ちょっとね、よりワンランクアップした感じの使い心地になるんですけれど、うんうんうん、すごく今これはいいと実感しております、ね、そんな感じで、はい、もう気づけば、ね、全部ずっとシエスタのアイテムで、いや、だから一回こう、うんうん、石鹸まず使って、うんうん、良さを実感したらやっぱり、うん、あ、他のものもね、うん、そう試してみたくなりますよね。そうそうそう、でたまになんかやっぱりちょっと違うものも使ってみようかなって、うんうんうん、他のところも使うこともあったんだけど、うんうん、やっぱりこう肌が敏感なせいか、荒れちゃったりとかするので、うんうん、もうやっぱりシエスタのしか使えないなって思いましたね。そうなんですよね。はい、ね、そんな皆さんにもね、はい、ちょっとね使っていただきたいなと思っての、ね、今回のモニター企画に ね、 ね、セットになっているので、うんうん、届いたらそのままね、はい、使うことができるので、そうそうそう、これはかなり ね、 ね、うん、いいと。コメントでも、あ、昨日10月限定のラベンダーとパチュリ石鹸届きましたと、めちゃくちゃいい香りで子供もお気に入りです、香りに癒されますということで、ありがとうございます。いい、ね、パチュリの石鹸結構な、年齢問わず、うん、あと男性とかにもすごいね、うん、そうですね、人気 で、 そうなんです、ね、先日も男性のお客様が香りがすごく良くて、うんうん、ちょっと自分用に欲しくなりましたということでね、素敵ですね、選んで、うん、くださって、え、男性からちょっとあの香りがふわっとしてくると、うん、ドキドキしちょっと振り返っちゃいますよね、ふわっね、そうそうそう、いい香り。あと、あ、セットを予約注文しましたということで、届くの楽しみにしていますというコメントもありがとうございます。嬉しいですね。でね、ちょっと今日は、まあ、使い方をトータルで、うんうん、あのご紹介できたらなと思いますので、はい、ちょっと洗面台の方で、はい、はい、ちょっと使い方をご説明したいと思います。あ、はい、こうあらららあ、それじゃあですね、はい、洗面台に移動しましたよ。まずじゃあこんな感じでいつも使ってますよっていうのをご紹介するのに実際にやってみたいと思います。はい、はい、吉田さんいつも使ってる石鹸が、今はヤギのミルクの石鹸ですね。あ、これもね、うん、しっとりしていいですよね、うんうん、もう最近は本当にね、吹き出物が出なくなったので、うんうんうん、今は乾燥肌対策でヤギのミルクの石鹸がもう本当にお気に入りですね。そうですね、泡立てネット使っていただきまして、泡ね、何回かこうやるともう
すぐ泡がふわふわ泡立てネットでこう空気を含ませるように、うんうんうん、あ、入る、もう大丈夫でした、はい。あ、すごい泡立ってますね。泡立ってますね。ラララ、すごいです、ね、はい。私はもうこのぐらいモコモコに泡立てて洗うのがいいかなと、ね、接続が不安定で申し訳ないです。大丈夫ですかね。あ、泡をこうね、クリーミーな泡立てたら、あ、おかしら、あ、ごめんなさい皆さん、はい、直接触れないように泡でこう優しく洗うように、うん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 、はい、洗ってあげます。ゴシゴシするとね、肌に刺激が、ね、はい、与えちゃうので、泡で、はい、お顔砂糖でできたスクラブになっていて、お顔で使うとやっぱ小さじ3分の1ぐらいですね。そうですね、手に取っていただいてもちょっと濡らすだけですぐね溶けてね、ペースト状に、あ、もうすごい溶けちゃいました、ね、はい、なっていくんですよ。で、濡れたお肌にですね、うん、直接つけていただいて、こうお顔でしたら小鼻のね、うんうんうん、あたりとか顎下とか、はい、使っていただくと、もうなんか触り心地がとかも変わってきますよね。そうですね、落ちて、でもこう、あ、すごいいい香りが、香りがね、今回のモニターでつくのが定番のね、シュクレになるんですが、マンダリンとラベンダーの優しい香りが広がりますね。うん、こうオイルコーティング、お砂糖オイルでコーティングしているので、うんうん、しっかり、ね、はい、するんですよね。で、優しく拭き取ってあげました。で、お肌に潤いを与えるのに、はい、化粧水を使いますね。はい、ラズベリーローズの化粧水。お顔に大体どれぐらいの量、吉田さん使ってます？このぐらいですね。なるほどなるほど。このぐらいの量を、はい、手に取ってるんですね。ちょっとこう手に取って、うん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 、なじませて、はい、で、お顔にこう、あ、こう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 、あ、こういうこうですね、はい、なじませるようにつけてあげてください。コットンをね、使ってコットンでもいいと思います、ね、うん、それももちろん OK です。はい、そしたら今度保湿、保湿、はい、はい、モリンガオイルですね。それもあら量は顔だったら、私はもう本当にベタつかないオイルなんですけど、す、ね、ちょっとで伸びるので、うんうん、できるこれも私はこうちょっとは、うん、手になじませて、うんうんうん、先ほどのようにこうこうですね、うんうん、優しくなじませるようにつけてあげます。これだけでもうね、本当にお肌がしっとりもちもちなります。あ、はいはい、で最後これからね、外出される時とかね、はい、にはあの UV ミラー、そうですね、はい、ちょっとモニターにはこちらはね、うんうん、つく商品ではないんですけど、うんうん、こちらを、ね、伸びがね、すごくいいのですよね、うん、すごいね、シエスタのスキンケアアイテムと相性がいいので、うん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 、本当にね、気持ちよく使っていただけると思います。白浮きとかきしみとかね、全然ないので、うんうん、すごい使いやすいですよ ね、 ね、夏が終わってもやっぱり UV 対策は一年中 ね、 ね、大事なので。そう、そうなんですよ、ね、はい、はい、これが一連のはいスキンケアの流れですね。こんな感じで皆さんもね、はい、使っていただければいいなと思います。ということでね、今日は、はい、あのスキンケアアイテムについて、はい、はい、ご紹介しました。ね、皆さんの中にも使っていただいてる方、うんうん、きっとね、いらっしゃるかと思うんですけれど、ね、なんか皆さんの使い方とかも ね、うんうん、ね、ぜひ聞いてみたいので、ね、ぜひぜひ教えていただけたら嬉しいです。はい、じゃあ最後に、はい、あ、モリンガコース、はい、ではシンプルスキンケアコースのあの、あ、あれですね、詳細、はい、はい、こちらになりますね。モリンガコースが、定番石鹸6種類、あ、ちょっと待ってますね、はい、はい、と、化粧水と、モリンガオイル、はい、と定番シュクレと泡立てネットがセットになっておりまして、はい、
通常だとね1万475円のところ 16% オフの8800円の特別価格となっております。はい。でもう一つのコースですね、はい、がツヤ肌コースとなっております。定番石鹸6種類の中からと、化粧水ですね、はい、ラズベリーローズの化粧水、あとツヤ肌オイルと、はい、定番のシュクレと泡立てネットのセットで、通常 14,875 円のところ 26% オフで1万1000円という特別価格になっております。はい、でそれぞれ50セット限定となっているんですけれども、ツヤ肌のコースの方がですねちょっと50セット達成してしまったのですが、はい、よりね多くの方にね、うんうん、使っていただきたいということで引き続きお受けすることになっておりますので、はいはい、皆様ねご注文まだの方、うんうんうん、はい、ぜひ14日まで、はい、受け付けておりますので、うんうん、はい、お得なコースをぜひお試しいただけたらなと思います。はい、あ、コメントで化粧水はまだ使っていないのでこれから早速注文しますねということで、嬉しいです、うん、とってもいいので ねぜひぜひ。そうなんですよね、さらっとしてるのに使うとしっとりするっていうのが ね、そうなんですよ。そしてこうハンドプレスするとやっぱり香りがねとってもローズの香りで癒されるので、ぜひこれですね、うん、そうですねこれですね、これですね。はい、使っていただけたらなと思います。はい、それでは今日はお店はお休みですが、そうですね、はい、明日からまた、ね、明日、はい、からまた営業12時から18時まで営業しますので、はい、明日ね皆さんぜひお越しください。はい、はい、では今日はご視聴くださいましてありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、ではまた、はい、またはい、はい、さようなら。